どうもタッカーです。ロードトヨタショー続きやっていきたいと思います。ということで前回、こちらのねタンパベイレイズとの、なんか追加のね試合をやったんですけど、なんかこれコメントで教えてくれた方がいて、なんかワンゲームプレイオフみたいなのがあるらしくって、まあ、おそらくそれじゃないかっていうことらしいですね。なんか2018年のナリーグの中地区と西地区でなんか同じようなことが起きてたみたいですね。はい、ということで教えてくれた方ありがとうございます。そっか、そういうのあるんだね。うん、まあただねその試合でレイズに勝ったので、これでね順位表が、まあ、正式にヤンキースが1位っていうか上に立って、でレイズが1ゲーム差で2位っていう感じになってます。でもうヤンキースにこの、まあ、X っていうのかな、バツっていうのかながついているので、おそらく日程進めるとねポストシーズンのディビジョンシリーズからになるのかなと思うので、ちょっと今回はその試合をやっていこうかなと思います。あ、だね。で相手がミネソタツインズとのディビジョンシリーズの対決みたいですね。じゃあまあこのまんま試合に行こうかな。なんかびっくりマークついてるけど、あ、これあれかな、シーズンの、ああそうだね、まあまあこれは前回見てたんでまあいいでしょう。あ、アワード、あ、三冠王ですね、トリプルクラウンウィナー、そしてシルバースラッガー賞、アメリカンリーグ MVP、でハンカーロン賞、そしてゴールデングラブ賞すごいな、そうなめ。まあ、MVP は、そうだね、2021年から3年連続で獲得って感じになりましたね。これがバッティングタイトルで、ゴールデン、あ、違う、これハンク・アーロンか。ハンク・アーロンが、前回ね、ハンク・アーロン取り損ねちゃったんですよね。で、これが、まあ、ゴールドグラブ賞、ゴールデングラブ賞。これも3年連続でしたね。はい。ですね。あ、で、シルバースラッガー賞。はい。で、このポストシーズンとワールドシリーズは、まあ、これから誰になるかっていうのが決まる感じになるので、よし。じゃあ早速ツインズとの試合いきますか。さあ、タッカの第一打席ですね。ピッチャーがフェルナンド・ロメロっていうピッチャーで、ツーシーム、フォーシーム、スライダー、チェンジアップか。結構ストレート系の球速いですね。まあショータイム使ってもいいとこだけど、まあ初1打席目なんでね、とりあえず何もなしで行こうかな。ヤンキースね、先制取られてるので、できればこのね1回の裏で逆転もしくは同点にしたいね。よし、 OK、 回ってはこれないか。よしよし、後続のバッターにつないだな。さあ、そして4番がトーレスですね。頼むぞトーレス。あ、まあ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 逆にあれだね、当たりがそんな良くなかったのが、良かったかもしれないね。2打席目ですね。あ、さっきと同じような場面ですね。ヤンキースは一応逆転したんだな。あ、やっべ、あー、ボール球振っちゃった。さあどうだ、これはいけるでしょ。 OK、 よしよしよし、3打席目か。さらに1点追加して2点差になってるね。この場面はランナーなしか。ちょっと詰まってる気がするけど、どうだ。お、あー、惜しいな。もう一伸びだったか、フェンスの目の前だったな。4打席目か。結構サクサク来てるな。ピッチャー変わったな。あー、見れなかったか。スティーブン・ゴンサルベスですね。フォーシーム、チェンジアップ、スライダー、カーブ、ツーシームか。なんかもともと先発のピッチャーなのかな、が中継ぎに回ってるとか。もしくはあれか、負けてる状況で出てくるロングリリーフ系のピッチャーなのかな。
ショータイム温存して次さファーストベースとか空いててインテンショナルウォークとかやられるともやられるのもあれだから使っちゃうかな。ここでやっぱりランナーいないんだけどね。よし、これはボールか、一旦振っとこう。よし、これでフルカウントだな。あー低いんだよな。よし、オッケー、カットカット。よっしゃ、来た。やっべ、タイミングだ、今の完全に。しくった。お、5打席目回ってきたか。ちょっとこれまずいな。1点差まで追い上げられてるな。よし、ナイス。いやー、さっきちょっとミスショットしちゃったからね。ここでね、名誉挽回のホームラン打ててよかった。うん、スライダーだったかな。うん、甘めに入った球だったね。よし、初戦勝ったな、これで。さ、これはヒーローインタビュー的なのは誰だろうな。アタッカーではないな。あ、フローリバルか。さあ、じゃあ、まあ、一旦これちょっとね、クラブハウス戻んなきゃいけないんですよね。ポストシーズンになると1試合1試合になっちゃうんですけど、まあ、このまんま続けて2試合目いきましょう。2試合目の第1打席目ですね。ピッチャーがスティーブン・マッツ。うん。球種がシンカー、チェンジアップ、カーブ、スライダー。OK。いい高さだな、今の。一旦コンタクトスイングにしとくか。マジか、カットできなかったか、チキショー。チャレンジ来たね。ストライクゾーンの中だけを振るだね。別にヒットとかは打たなくてもいいのかな。で、これは、あ、最初の4球以内にアウトになるな。あ、なるほどね。ちょっと新しいかもな。あんまり来ないやつだね。で、これが、あ、これ一番上と途中まで一緒で、で、さらにこっちのやつは出塁しろってなってるね。じゃあこれでいこうか。ストライクゾーンの中だけだな、振っていいのは。いや、まああれは、うん、判定はストライクだったけど、一応枠外ではあるからな。うん、まあ、しゃあないね。まあ、出塁だからフォアボールでもいいんだよな。うん、ああ、今のボール球だったか。ああ、ストライクか。よしよし。一応チャレンジね。達成。ああ、いや、いいとこには飛んでるけど、これチャレンジは失敗。チャレンジ成功か。おー、ラッキーラッキー、ヒットにもなったし。第3打席目か。うん、5回でランナーはなし。よし、いいとこ飛んでるけど、どうだ。第4打席目、1点差か。しかも7回の裏かってことは、ちょっと待ってね、ピッチャー変わってる。フォーシーム、スライダー、チェンジアップ、ツーシームか。うん、まあ、ショータイム使っていきますか。これは一旦見送っとこう。うん、もうちょい甘い球来るまで待とうかな。微妙
が低いな。ボール判定ラッキー。うーわ早かったか、ちっくしょう。いやタイミング合ってたら行ってたな。ちくしょう、ちょっとタイミング早かったか逆に。よしオッケー、ヤンキース初戦2戦目と勝てましたね。いや最初のこのね2試合取れるとだいぶ違うからね、まあ、最低でも1勝1敗で終えたいところですけど、今回はいいスタートダッシュが切れましたかね。この試合のヒーローはあれ誰だ、マイケル・コーペックかな、ピッチャーですかね。はい、ということで、ツインズにね、2戦2勝ということでいいスタートダッシュが切れたヤンキースで、まあ、タッカーもね比較的今回のポストシーズンは去年に比べるとねいい感じでスタートできているので、まあ、この調子でねタッカーも打っていきたいですし、ヤンキースもねできるだけ早めにまずディビジョンシリーズを突破して次のチャンピオンシップシリーズに進みたいですね。ということで次回、3試合目以降ねやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。